はい、4枚です。ここじゃなくさないようにご注意ください。はい、楽しんできてください。ありがとうございます。メイドの土産。今から麦わらの海賊だ。おさらちゃん。お母さんが絶対するやつやったのか。ワンピースファンしかおらんって考えたらテンション上がるね。そうやね、好きなもん同士の集まりやね。いつもわけわからんと来てる。メイドの土産。はい、見てきました。見てきました。よかったね、ほんまに。ファンだったね。なんかね、すげえ思ったのが、ショーの中で原作ファンのさ、喜ぶシーンって、なんかなんて原作を忠実に再現してくれるシーンがいくつかあって、あれもちょっとね、俺4回ぐらい泣きそうな。あ、ここや。4回ぐらい泣きそうなって1回泣いた。俺、2回泣いた。2回泣いた。てかもう、コラソンってさ、もう名前出てきただけでも原作ファンってもうあれやん。ちゃうやん。そういうことじゃないねってなるやん。そう最高でした。いや、ほんまに良かった。あれはめっちゃ良かったです。でもね、原作好きな人であればあるほどちょっと感動するぐらいの役者のクオリティ。そうやね、ほんまに。あ、サンジこれってなんだよ。そう波も超で、ね、可愛かった。すごいね、体もね、うん、波やったから。タクモはもうね、興奮しっぱなしでした。ほんまに良かった、はい、サンジで。ゾロももうまんまゾロ。そうやね、なんかほんまに漫画からアニメからボンって出てきた。ほんまそのまんまの感じでしたね。あのさ、海外でさ、実写版ワンピースやるけど、あの人らにやってほしいぐらい面白いやった。最高でした。笑いましたしね、はい、ということで、おすすめなのでぜひ見に行ってみてください。はい、それじゃあせーの、バイバーイ。分かれへんけど原作を知らないし、原作分かってなくても楽しめる。でも出てきてる人は分かったよ。エースかっこよかったな。筋肉ムキムキやったな。エースが一番体がすごかったな。だからサンジのあれもすごかったで、俺は。サンジも変わってなかった。サンジの戦闘シーンがすごいおすすめ。エース。